毎日暇やわ。何もすることない。なんか思いっきり変なことしたのかな。やっと見つけた。やっと見つけた。探しましたよ。落ち着いて。わかる、わかります。気持ちはわかります。落ち着いて。大丈夫。いや、あなたが疲れているわけじゃない。目の錯覚でもない。あなたの気持ちはわかります。まず衝撃的な事実を一つ伝えていいですか。私は誰今から説明します。私は、信じてもらえるかな、20年後から来ました。は？わかります。信じてもらえない。わかります未来感全然ないやんけ。わかります。落ち着いて。お前それの2時やろ。お前変なこと言うな。お前一応現代の人の服装に合わせてきたんだけどな。落ち着いて、落ち着いて。とにかく僕は20年どうやって出てきたんすか今。その説明は後だ。もっと伝えなきゃいけない事実があります。いや、今の兄ちゃんやろ。この現代の兄ちゃんやろ。やっと見つけましたよ。ずっと探していた。あなたをずっと探していたんです。あ、なんすか。私は20年後から来ました。そして気持ち悪いね。お前ある、お前どっか行け。気持ち悪い。ある大きな事実をあなたに伝えるために未来から来たんです。嘘つけや。お前嘘つけや。本当です。えって信じるわけないやろ。これが信じられないんだったら次の事実はもっと信じられないかもしれない。証明せや。早い。じゃあ未来から来たっていうのがただの兄ちゃんや。現代の周りに人見当たらないでしょ。人おらんな。はい。今僕たちの世界だという、僕たちにしか見えないというこの世界を今設定しています。証明なるか。それで周りに人おらんから20年後に来たと思うやろ。周りの人はお前誰やねん。どっか行けや。怪しい人がいるなって。そういう人一人でもいますか。その前に人がおらんねん。それ判断できんねん。そうです。人混み行こうや。じゃあ人を消してるんです。そつけ。この界隈の人を消してるんです。俺と渋谷のスクランブル交差点で言われたらなんか理解するけど、こんならもともと誰もおらん路地裏。あなたが渋谷のスクランブル交差点にいれば私はそこに行ったでしょう。あなたが路地裏にいたからここに来たんです。だからお前誰やねん。信じへんって。本当です。これだけ大きな声を出してるんで誰も窓から顔を出さない。俺もでかい声出してるわ。そうです。俺んちやここ何も聞こえてないんです。周りに僕たちの声は一切聞こえてないんです。そういう設定にしています。設定ってどういうこと。説明するのが難しいな。未来ではそういう設定ができるんです。つまりどういうことか。二人きりで重要な話をしたいからです。信じてくれましたか。信じへんって。これを信じてもらえないと何も話が進まないんですよ。確かになんかボワンと出てきたけど、俺多分よそ見してた時にパッて見ておっただけやろ。消えましょうか。消えてや。じゃあもう一度洗いましょうか。現れない。現れましょうか。あ、現れた。信じていただけますか。これも設定です。私が20年後から来たの信じていただけましたか。はい。私はこんなことを見せるために来たわけじゃないんです。あなたに重要なお知らせをしなきゃいけない。何すか。だから来たんです。何すか。信じられないかもしれない。20年後に生きてるんですか。生きています。そしてあなたは20年後、オールバックもみあげ白髪になっています。え、なんて。すぐには入ってこないでしょう。はい。今とは違いすぎるから。え、一個一個言葉をなぞって。はい。オールバックもみあげ白髪になってます。もみあげ、オールバックもみあげ白髪。よっしゃ。え、嘘。めっちゃダンディ。え、ダンディ。今の、え、オールバック。今のあなたから想像もできないほどオールバックもみあげ白髪です。オールバック黒白。え、じゃあ全部白だったらもみあげ白髪って言いますか。ほんまや。オールバック白髪って言いますよね。オールバックもみあげ白髪。あ、それ白髪オールバックもみあげ白髪って言うんや。どういうことですか。それって場合全部白髪、全白髪オールバックもみあげか。その場合は白髪オールバックもみあげって言いますよ。でもそれはだって白髪もみあげまで白髪が聞いてるから。もう言ってるから。マジで。あなたはオールバックもみあげ白髪になるんです。ダンディ。よっしゃ。20年後。よっしゃダンディ。それはそれはすごいオールバックもみあげ白髪です。え、ってことはめっちゃ、え、めっちゃ黒くなってんじゃん。そしてここを黒染めしてるわけじゃないです。自然にここだけ白髪になってるんです。地毛黒毛。
地毛黒毛、もみあげ、地毛白髪、よっしゃ、一番ダンディダンディ。いや、俺めっちゃ悩みなんですよ。何が悩み？一つ聞いていいですか？はい。大成功してるってことですね、人として。それは伝えられない。そうっすよね。成功してるか失敗してるかなんて、それはあなたの考え方次第だし、それは伝えられない。ただ、オールバックもみあげ白髪です。一つ聞いていいですか？何ですか？私服はスーツですか？それぐらいだったら伝えてもいいでしょう。スーツです。ダンディ、よっしゃ。普段からネクタイをしています。ダンディ。ナイターはそうだな。僕、薄いんですよ今の倍。ダンディ、ジャケットのボタンじゃ閉められへんのじゃないです。まあ開けてる。ずっとジャケット開けています。ダンディ。ただあ、ってことはスリーピース。そうです。ダンディ、もしかして、もう10年後、もう10年後。それは言えない。君みたいなやつに紐。それは言えない。私は20年後から来てるんで。もちろん10年後を調べることもできるけど、そうすると逆算してそうやって生きてしまうでしょ。確かに。そうすると未来が変わってしまう。いや、僕今本当は無気力で。私はね、自分がどうなってるかとか全然不安で不安で。そんなダンディになってるんですか20年後？僕の20年後って僕、今23っすよ。43でもそれなってるんですか？非常に早いです。ダンディすぎるやん。60からなるやつですよ普通。幸せ。前嘘ついてるやろ。すいません。消えて差し上げましょうか。いや違う。消えたら本当だって分かってくれますか？もう未来人というのは信じて。私の仕事は将来オールバックもみあげ白髪になる人にその事実を伝えることです。何の仕事があるんですか？数が少ないから、そうやって伝えないと、意識させてあげないと。多少でも意識しないと未来が変わってしまう可能性があるんです、はい、そうなると未来にはオールバックもみあげ白髪の人がいなくなります、うん、貴重な人材なんです。なるほど。今よりももっと少ないんです、オールバックもみあげ白髪の人が。20年後には。そういうことか。はい。だからちょっとでも意識して。絶対ず危惧種になってるんですね。そうです。だから伝えてるんです。ありがとうございます。自分がそれなってるのが信じられなくて。わかりました。何色ですか？実際見た方が早い。何色ですか？見た方が早いと思う。紺色、ストライプ白のストライプ入り、細い線の。じゃあ見せて差し上げましょう。これが将来の20年後のあなたです。ダンディ、ダンディ。どうですか、満足いきますか？これに身を自分になる。私は20年後のあなた、スーツ以外の姿は見たことがありません。突然お宅を訪問したとしても必ずスーツを着ています。風呂上がりや、バスローブ。さすがに風呂上がりの様子は見たことはないんですけど、おそらくバスローブ着てるんじゃないですか。ダンディ。ああ、信じていただけましたか？はい、よかった。では20年後また僕とお会いしたときに久しぶりと言ってください。でも20年後っすよね？そうです。その時僕オールバックもみあげ白髪の43歳ですよね？もちろんです。舐めてまうかも、こんなもん。舐めるかどうかこの20年間あなたが歩む人生によるんじゃないですか。それでは次のオールバックもみあげ白髪の方に報告してきます。その人は何歳なんですか？その方は現在40歳なんです。なんと早いっすよ。何歳から何歳からって言っちゃうとそれ逆算して生きるじゃないですか。そっか境目は言えない。え、次元ででも43年ももみあげオールバック、もみあげ生えないんですけど。今は生えてないけど、いろんなことがあったんじゃないですか。シワはすごく深いし。しっかり。ヒゲは？ヒゲは生えてません。剃ってるってことか。おしゃれで杖も持ってます。43年？ちょっと不安になるぐらい早いな、完成が。メキアンのシワは？非常に深いです。何本？本数は数えたことない。一本系数でも2つあって、片方だけ短くて片方だけ長い系。2つあって片方だけ短くて片方だけ。どっちが短いんですか？どっちが短いんですか？そこまでちゃんと見てないけど、それは逆算しちゃうじゃないですか。質問が多すぎる。ここまでだ。唇は？唇の縁は？未来で会いましょう。唇の縁は黒い線入ってない。未来で会いましょう。お前教えて、それだけ教えて、それだけ教えて。唇の縁黒い線入ってる入ってない？入ってます。なんで、なんで。おっしゃ、とりあえずどうしよう。四角から、四角取ることから始めよう。